はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。夢の後で君と続きをやっていこうと思います。さあ、前回は私がね、この今イラストで出てる素晴らしい景色のね、幻遊園地っていうところにねたどり着いていて、でリヒト君にね、うさぎの着ぐるみを着たリヒト君にいろんなところを案内してもらっていたところで、でご飯を食べていたら、まあ食べる時にね着ぐるみを脱がないと食べれないからひょこっとあげてたんですけれども、その時に血まみれのね包帯がずるずる出てきたっていうところの選択肢で、逃げる選択肢をしてエンディング1に行ったところで終わりましたよね。さあ、今回はその続きからやっていこうと思います。まあ逃げる以外の選択肢でね、またバッドエンドがあるのかちょっとわからないんですけれども、短めにね畳んでしまった場合はもう一エンディング行ってみようかなと思います。ではでは続きから。さあ、前回はこの場から逃げるを選択しましたが、今回はまあ逃げる以外だったら気になったのを押し込むのを手伝うかなと思ってたので手伝ってみましょう。リヒトに近寄って垂れ下がった包帯を押し込んだ。触れられると思っていなかったようで、リヒトが怯える子ウサギのようにびっくりと体を震わせる。自分の手にも軽く血がつく。やはり血のりではなく本物の鮮血だ。コサカルさん、怖くないの？震える声でそう尋ねられた。怖くないと言ったら嘘だ。だけど血濡れの包帯をしている人を放っておくことなんてできなかった。たとえどんな事情があったとしても。そう伝えるとリヒトはそれ以上何も言わなかった。やがて包帯を押し込み終えると、軽く着ぐるみの頭を動かして位置を調整した。ごめんね、手汚れちゃったよね。洗いに行こう。洗面所こっちだよ、とリヒトが案内してくれる。コサカルさん、あのね、怖がらないでくれてありがとう。なぜか泣きそうなリヒトの声に自分はただ黙ってうなずいた。腹ごしらえを済ませ、スタンプラリーのスタンプを押した。どうやら半分まで来たようだ。スタンプも残るはあと3つ。この調子で行こう。リヒトに案内されて次のアトラクションへと向かった。ここで半分だったんですね。おー、怖そうだ。次にやってきたのはいかにもな雰囲気のお化け屋敷だった。はい、怖いゲームは私よくやってますけれども、あのお化け屋敷はもちろん苦手です現実じゃないところでね、遊んでるからなんとかなるのであって、現実に出てきたら私もチキンでございます。どうやら廃校がテーマらしい。一見西洋の魔法学校みたいだけど、庭に置かれた二宮金次郎の像を見て首をかしげる。一体どういう世界観なんだろう。なんかね、瞑想したって聞いたよ。だから怖いもの全部混ぜちゃえってなったんだって。カバンから紙を取り出したリヒトは指で文字をたどり始める。どうやら案内人のカンペらしいありそうですね、バイト始めた時とかね。この廃校には世界中のあらゆるお化けが封印されたお化け辞典がある。だけど誰もいない図書館でとうとう封印が解かれちゃった。元に戻すには封印しなければならない。君は恐怖に打ち勝ち、無事に本を封印できるのかだって。先に制作の裏話を聞いてしまったせいか、怖いか怖くないかよりよくストーリーをまとめたなと感心してしまう。確かに原因を辞典にしてしまえば、古今東西のあらゆるお化けがいても一応筋は通る。カオス具合は変わらないけれど、うん、僕は怖いのが苦手だからうまく案内できるか自信がないんだけど。コサカルさんはお化け屋敷大丈夫？はい、さっきね言っちゃいましたね、全然ダメですあのレトロな作りであればあるほど、なんかそのレトロな不安定さみたいなのがね、よりね怖さをねそそってもダメですね綺麗な方がまだだからね、ディズニーのホーンテッドマンションは大丈夫でした。綺麗な方が耐えられるかも。一緒だ、僕もね、お化けは全部苦手なんだよね。
映像を見るのもこうやってお化け屋敷に入るのも怖くて、ホラー映画は好きですよ私はね。なのでね、耐性があるなしはね、いろいろあるんだねやっぱりね。リヒトの声がだんだんと消えていく。自分もだんだんと不安になっていく。怖いのは苦手な人たちだけで行くお化け屋敷は正直不安要素しかない。自分の顔に出ていたのか、リヒトが でもと急に明るい声を出した。僕は案内人なので、コサカルさんをね守ってあげる。だからね、大丈夫だよ、安心してね、とリヒトはこちらの両手を握ってくる。小さな子供が母親に言うそれだ。頼りになるかと言われるとおそらく皆無に等しい。けれど不思議と不安だった気持ちも和らいで癒されていくようだった。リヒトは入り口に置いてあったランタンと拳台の鍵を手にした。図書館まで行ってその鍵で辞典に鍵をかけたらクリアだよ。そう言って自分に鍵を手渡してくる。フィクションに出てきそうな金色の金属製の鍵だった。僕はランタンを持って明かり係をするね。行くぞと気合を入れた自分たちは廃校の中へと足を踏み入れた。おお、でもなんか綺麗、なんか怖さよりも綺麗さの方が勝りますね。月明かりが照らされててね、えいいですね。廃校の中は暗くて不気味だった。お化け屋敷だから当たり前といえばそうだけど、万人受けしそうなテーマの割に中身は怖がる大人も出てきそうなくらい本格的だ。窓から差し込む冷たい月の光を浴びながら、リヒトが持つランタンの柔らかい明かりを頼りに図書館を目指す。今のところ時々脅かし要素があるぐらいで、お化けや妖怪といった具体的なものは出てきてない。むしろ一番心臓に悪いのは案内人の押し殺したような悲鳴だ。ちょっとでも何かがあるとすぐさま隣でリヒトの悲鳴が上がる。カターンと遠くで何かが倒れる音にリヒトがえっと何度目かの小さな悲鳴を上げた。暗いところにいるといつもは怖くないものが怖く見えちゃうことってあるよね。例えばカーテンの影とか天井のシミとか。リヒトがギュッと自分の袖を握ってくる。想像して怖くなったようだ。自分でデバフをかけてますね。はい、大丈夫だよか無言で頭を撫でてみる。どうしようかな、なんかスッて手を出すとビクってされそうな気がするから一応声掛けにしとこうかな。大丈夫だよ。あ、不安そうな声と一緒に袖を握る手に力が入る。怖い雰囲気に飲み込まれてすっかり参っているようだ。寂しくて冷たい廊下を二人で歩く。怖い空間の中で考えてしまうのはやはり隣のリヒトのこと。リヒトは怖いものが苦手なようだけど、血濡れの包帯が中から出てくる着ぐるみだって十分ホラーだ。幻遊園地のこと、リヒトのこと、自分のこと、何もわからなくて、どうやったら帰れるのかわからなくて、このままここで遊んでいて大丈夫なんだろうかと不安になる。ただどんなに不気味でもどんなに不安でも、幻遊園地という空間に嫌悪感を抱かないから不思議だった。なんかね、着ぐるみだからね、あの口とか目とかがね変わらないからあれだけれどもね、見た目だとなんかちょっと楽しそうに見えるよね、リヒト君はね。うん、頑張ってランタンを持ってくれている。ガシャーンとかしないといいけどね。リヒトのことだってフードコートで逃げる選択肢もあったはずだ。お、ヒントかな。でも自分は今ここにいる。それはリヒトを信じたいと思ったから。得体の知れない着ぐるみに変わりはない。それでもきっと今みたいにちゃんと案内してくれる。根拠はないけどなぜかそんな気がした。あ、南廊下だよ、ここの突き当たりを左。ランタンをかざしてリヒトが行く方向を手で示してくれる。暗闇の中、案内人のガイダンスを頼りに自分たちは廃校を歩き続けた。すんなり行けそうかな。体育館近くの部室をうろうろしていると、それは急にやってきた。
リストがバシバシ腕を叩いてくる。途端に背後に粘りつくような圧を感じた。周りを見回しても何も見えない。でも明らかに嫌な気配がするのはわかる。逃げないとまずい。生存本能がそう警鐘を鳴らしていた。どこの部室に逃げよう。はい、これは多分エンディングに行かない選択肢かなと思ってるんですけどね。一番気になるのどれだろう。サッカー部、相撲部、野球部、弓道部。一番私に馴染みがある弓道部に行ってみようかなと思います。結局紫の選択肢をね選ぶことになってるけどね。私もともとアーチェリー部だったのでね、弓だったら使えるかなと思いまして。中に何かいるよ。やめた方がいいかも。はい、ああなるほど、やめた方がいいかもで、もう一回行くとどうなるんだろうね。はい、あ、普通にループするだけかな。3回だけ行ってみよう。あー、これはもう普通にあれですね、あの多分いけないやつですね。じゃあ何がいいかな。サッカー部か相撲部か野球部か。一番怖くなさそうな相撲部。開いた。エドモンとホンダとかいないかしら。リストは素早くドアを開けると、自分を招き入れてすぐさま鍵を閉める。ドアを背にしてペタリと座り込んだ。追いかけてくるなんて聞いてないよ。声が泣きそうだ。嫌な気配はしたけど、何かが追いかけてくる様子は見えなかった。そう伝えるとリヒトはほっとしたように息をつく。コサカルさんには見えなかったんだね。よかった。よかったのかどうかよくわからない。何が追いかけてきたのか聞いてもリヒトは良くないものとか秘密とか言ってちゃんと教えてくれなかった。見えるとまずいのかな。まだそこまでその世界に侵されてないとかそういうことですかね。図書室へたどり着いて辞典の封印をかけ直すことができた。無事に廃校脱出だ。よかった、帰ってきた。自分よりもリヒトの方がお化け屋敷を出られたことに心底安心している。大丈夫？怖くなかった？確かに雰囲気はしっかりホラーだったけど、ポルターガイストの息を出ない脅かし要素がほとんどだった。お化け辞典なんてものが題材だから、てっきりお化けや妖怪が生身でゾロゾロ驚かしに来るもんだと思っていたのもあって、個人的には肩透かし感が否めない。そう伝えると、え？とリヒトが首をかしげた。いっぱいいたよ。お化けとか動くお人形とか狼男とかたくさん、あっちからこっちから。僕すごく怖かったんだから。もしかしなくてもこれが一番のホラーかもしれない。建物を出たところに置かれていた机でリヒトがスタンプを押す。残るはあと2つだ。よーし、次に行こう。リヒトに案内されて次の場所に向かった。行けちゃいましたね。リヒト曰く次はゲームコーナーらしい。お、遊園地の中で唯一私が触れるゲームコーナーですね。二人で他愛ない話をしながら園内をゆっくり歩き始める。園内は遊具の明かりで楽しげだけど、相変わらず誰もいない。リヒトと園内を回り始めてからだいぶ時間が経っているはずなのに、夜が更けていく気配も感じられなかった。夜の闇に煌々と輝く遊園地。夜遅くまで開園している遊園地が増えているこのご時世、それは一見ありふれた光景に見えるけれど、人影のなさがここの不可思議具合と寂しさを強調している。楽しくて寂しい、賑やかで静か、そんな正反対な言葉たちが共存している景色を見てふと思う。この遊具たちは誰のために光っているんだろう。人がいた痕跡をよく廃墟という。最近はノスタルジーとかエモいなんて言葉でまとめられたりもする。ここは廃墟ではなく、むしろ新しく感じられるくらい綺麗な場所だけど、独特な寂しさは廃墟と同じだ。人のために作られた場所なのに人が全くいない光景。けれど
作られた者たちは、主がいようがいまいが楽しい音楽を奏でて回り続ける。その様にこうも胸が締め付けられるのはどうしてだろう。遠くに大きな塔が二つそびえている。歩きながらぼーっと眺めていると、気になる？とリヒトが声をかけてきた。あの塔はね、黒い方は闇の塔、白い方が光の塔っていうんだって。アトラクションじゃなくて展望台なんだ。川を挟むようにして立っているから、光の塔と闇の塔は少し離れているんだよ。一見グリム童話に出てきそうな佇まいの塔だ。白と黒の美しい対比はライトアップされているのもあって、夜に映えて一層幻想的に見える。コサカルさん、あれ見える？リヒトが塔の間を指さす。赤い糸ですかね、線か。塔の間には両者をつなぐように一本の赤く光る線が伸びていた。闇の塔と光の塔には赤い糸電話があるんだ。二人でそれぞれの塔に登ってね、そこでね、いつもは伝えられないことを伝えるといいことがあるって言われてるんだよ。ロマンチックでしょ。でもね、実はもう一つ噂があってね。そう言うとリヒトはとっておきの秘密を話すみたいに声を小さくした。夜、闇の塔に登って赤い糸電話を使うとね、たった一度だけもう会えない人につながるって話があるんだ。ロマンチックだけど夢みたいなお話だよね。とリヒトは笑う。うん、でもどうなんだろう、本当なのかな。光と夢の国の案内人らしからぬ発言だった。これはリヒトではなく中身の本音なのだろうか。コサカルさんは赤い糸電話のお話信じる？あー、これね、まあ、こういう迷信を信じるか信じないかっていうお話だと、私は結構信じる方ですね、どちらかというとね。コサカルさん、信じるの？本当に？驚きと嬉しさが入り混じった声だった。身を乗り出すようにしてこちらに顔を近づける。いつまでも変わらない緩くて可愛いウサギの顔。僕もね、僕もね、信じたい。うん、信じてる。けれどその声は、その方が絶対ロマンチックだよ。本当に嬉しそうでどこか切実な思いが滲んで見えた。あ、ゲームコーナーの明かりが見えてきたよ、こっち。コロリと話題を変えたリヒトは、早く早くと走り出す。今まで手を引いて走ることはあっても、自分を置いていくようなことをリヒトはしなかった。まるでさっきの話題をごまかしているみたいだ。光と夢の国の案内に明け透けなようでいて意外と隙がなく、その素性をまだ自分は何も知らない。着ぐるみの緩い顔の下で何を思っているんだろう。コサカルさん、早くしないと置いてっちゃうよ。少し離れた場所から声が聞こえる。意外と足が速い。手招きするリヒトを追いかけてゲームコーナーへと向かった。おお、すごい幻想的な場所ですね。ゲームコーナーにたどり着いたはずだった。ようこそゲームコーナー遊びの森へ。リヒトが両手を広げて歓迎ポーズをするものの、所感はゲームコーナーというより童話に出てくる森だ。よく見ると全部作り物のようだけど、世界観の作り込みが本格的すぎて何か別のアトラクションなんじゃないかと思ってしまうね。本当にそうですよ、これは全然ゲームコーナーっていう感じではない。なんかこの森の中でね、なんかなんだろうな、あれ出てこないぞ、あー出てこないぞ、なんか謎解きしそうな感じですよね。オリエンテーリングだ、オリエンテーリングしそうな感じ。
魔法の世界に生えていそうな木々の間で現代的なゲーム機がチカチカと光っている光景はミスマッチなようで意外と馴染んでいる。幻遊園地はね、夢みたいな場所っていうのがテーマだから、建物とか外の景色とかすごくこだわったんだって。だからゲームコーナーも森みたいにしたらしいよ。こだわって西洋の童話風な世界観にした割にはちょくちょく違うものが混じっている気がするけど、あまり考えないことにした。そういう愛嬌とも言うべき抜けもここのらしさなのかもしれない。ここはね、老若男女ができる遊びをいっぱい揃えてるんだよ。コサカルさん、どのゲームをやる？はい、何があるかな。ダンスの達人、お菓子すくい、ガンマニア、もぐもぐパニック。まあね、私DDR がね、ゲーセンで大好きだったので、そりゃダンスの達人ですかね。タイタツと混ざってそうなこのねやつですね。熱狂的なファンが多いダンスゲームだ。画面に流れてくる音符に合わせて該当するパネルを足で踏む。うん、得意です。多分シンプルゆえに奥が深く、難易度の高い曲は練習しないとノーマルクリアすら難しい。うんうん、よく存じ上げております。リヒトはというと、ステージには立たずゲーム機の隣にちょこんと立っている。観客席の位置だ。僕は見てようかな。コサカルさんのダンス見てみたいし。リヒトの声が微妙に震えている。苦手なのかな。どちらかというと、着ぐるみのままダンスすると熱くなって脱がないといけなくなるからが本音だろう。確かにダンスゲームは他にもたくさんあるけど、ダンスの達人は圧倒的に運動量の多いシリーズだ。着ぐるみを着たままダンスの達人なんて想像するだけでもゾッとする。まあでもパフォーマーの人は多分やってる人はいるでしょうね。二人でできないのが少し寂しくもあったけど、リヒトに見守られながら一人ダンスゲームに興じた。そういえば私コスプレしながらね、コスプレの会場が遊園地だったのでね、そのまま DDR やったりとかした時ありましたね。その時は窓マギのキャラのねコスプレしてたんですけどね。格好が涼しかったので全然快適でしたね。ゲームお疲れ様、スタンプどうぞ。ゲームコーナーでひとしきり遊び終えると、リヒトがスタンプを押してくれた。ゲームっていろんなものがあるよね。僕の家にも携帯ゲームがあるんだけどね、協力プレイみたいに誰かと一緒に遊んだことがなかったんだ。リヒトはそう言ってゲームコーナーの方を見つめる。着ぐるみのその背中はなんだか寂しげだ。薄暗い空間にゲームのネオンが無機質に明滅する。リヒトの中身は声質や身長からしておそらく小学生くらいだろう。遊び盛りの子供がたった一人で遊んでいるのには何か事情があるんだろうか。遠回しに聞いてみると、お父さん忙しいんだと帰ってきた。いつもおばあちゃんが僕と一緒にいてくれたんだけどね、ゲームみたいな遊びはわからないよって困ってた。流行り物もよくわからなかったから、友達の話にもついていけなくて、誰かとゲームすることってあんまりなかったから、コサカルさんと一緒にゲームしたり見たりできて楽しかったな。こちらを見てリヒトはクスクスと笑う。着ぐるみの緩い表情は変わらない。その中身が笑っていても寂しそうでも緩く微笑んだままだ。今の話はリヒトの中にいる彼のことだろうに、その顔を直接見て直接言葉をかけてあげられないことがもどかしく感じられた。コサカルさん、次に行こう。お構いなしにリヒトが手を引いてくる。何とも言えない気持ちを抱えながらリヒトに連れられてゲームコーナーを出た。なんかサクサクね行けちゃってますね。残るアトラクションはあと一つ。いよいよ最後だ。次でスタンプラリーが終わる。次で最後か。まだ遊べるって思ってたのにあっという間だね。コサカルさん、楽しめてる？いやー、これちょっとね答えるのがなんともあれだね。もちろんかうんかって言ったら、まあ楽しんでるところもあるとは思うんだけれども、なんか疑問が邪魔をしてうまく楽しめてないような気はしますよね。もちろんって言ってあげたいけれども、ちょっと一回気になったうんでいこうかな。え、子供っぽかった？
それとも僕の案内がまだまだ？ガーンという効果音が鳴りそうなくらい分かりやすい落ち込み方だった。でもとこちらに身を乗り出してくる。お楽しみは最後、次は楽しんでもらえると思うよ。次はね、とリヒトがスタンプラリーの紙を広げる。が、紙を見てリヒトが硬直した。現実逃避するように紙を閉じてもう一度開く。スタンプラリー増えてる。リヒトの様子が気になったので覗いてみると、確かに一つ不自然に増えていた。なんでだろうね。何が増えたかな。ジェットコースターが増えたかな。なんかしかも赤いね。ちょっと気になるね。はい、一応ジェットコースターって言ってみようかな。そうつぶやいた瞬間にリヒトが両手で腕を掴んできた。力いっぱい握られた前腕が痛い。ジェットコースターはやめよ。あれ怖いもん。切迫した声だった。着ぐるみに表情があったら青ざめていたかもしれない。お化け屋敷で言っていた怖いのそれとは全く毛色の異なる怯えがリヒトから伝わってくる。もしかするとリヒトの中身に何か関係があるんだろうか。お願いやめよ。それはもはや懇願にも等しい。答えは慎重に選んだ方が良さそうだ。これは多分エンド分岐しますね。セーブしてから行こうかな。行くか行かないか、これは行ってみましょうか。行かないことで知らないまま終わるエンドもあるかもしれないけれども、あーでもな、どっちがいいのかな。知らないままだと本当のエンドには行けないかもしれないですよね。なので行かないにしてみましょうか。なんか行ったらエンドというよりは行ったら何か知ることができそうですもんね。行かない。うん、そうしよう。ジェットコースターは他でもたくさん乗れるからね。心の底から安堵したような返事だった。本当に行きたくないらしい。リヒトは高いところも苦手なんだろうか、それとも他に何か理由があるのか。気になったけど詮索するのはやめた。誰だって聞かれたくないことの一つや二つくらいあるだろう。リヒトは髪を封印するようにカバンに押し込むと、ほらこっちだよと自分の手を引いてくる。ジェットコースターには行かず、そのまま最後のアトラクションに行くことにした。最後のアトラクションは観覧車だった。ずいぶん大きな観覧車だ。満天の星空を背景にゆったりと回る光景は幻想的で美しい。みんな大好き観覧車。ここからの景色はね、ものすごく綺麗なんだよ。どれくらい綺麗かっていうとね。そこまで言ってリヒトの動きが止まる。見た方が早いから早速乗っちゃおう。例えが思いつかなかったらしい。リヒトに手招きされて早速観覧車に乗り込んだ。観覧車からの景色は確かに言葉で表すよりも見た方が早かった。一言で言えば綺麗、二言で言えば幻想的で綺麗、もっと言えと言われたら今までに見たことのない景色だろうか。前を見ても後ろを見ても遮るものが何一つない満天の星空。離れていく地上を見ればさっきまで遊んでいたアトラクションたちの光が見える。濃紺の世界に輝くその光はなんだか楽しそうで、こちらに向かって手を振っているような気さえした。まさしく光と夢の国。綺麗で楽しい光と夢のような光景に揺られてだんだんと眠くなっていく。ほら、遊園地の光がたくさん見えるよ。リヒトは身を乗り出して窓からの景色を眺めているようだった。僕の名前はね、
外国の言葉で光って意味なんだって。不意にリトが話し始める。僕のお役目は光を灯すこと。僕はね、この遊園地と人の心に小さな光を灯すためにいるんだ。首を動かそうとしたけど、強烈な眠気には逆らえなかった。トロトロとしたまどろみの中でリヒトの語りは続く。ここは光と夢の国。明日を夢見るためにちょっとだけ羽を休める場所。光と夢ってね、似てるんだよ。ほら、だって触れないでしょ。そこにあったはずなのに跡形もなく消えちゃうんだ。こういうのを夢の跡って言うんだって。国語でなんか聞いた気がするな。ねえ、とリヒトがこちらに問いかける。問いかけるというより独り言のようだった。コサカルさんにとっても僕たちはいつか夢の後になっちゃうかな。はい、いやー、習わないっていうかどうだろうっていうか、ここはちょっとね、選択肢で変わりそうな気がしますね。まあ、ならないって断言はできないかなと思ったので、どうだろうにしようかなと思います。リヒトの問いかけに答えようとするが唇が動かない。眠気で思考が回らず、ゆっくりとその場に溶けていくような心地を覚えた。コサカルさん、眠くなってきちゃった？じゃあ最後のスタンプは僕が押しておいてあげるね。リヒトがそっと手を握ってきた。柔らかくて優しくて、ほのかに温かい手。目を開けたくても開けられず、包み込むような手の温かさがさらに眠気を誘う。僕の案内はこれでおしまい。君のこれからにどうか光がありますように。リヒトの奥で誰かが優しく笑っている。柔らかな光に見守られて、意識は眠りの世界へと沈んでいった。あ、病院だったんだ。目が覚めるとそこは病院だった。看護師と医者がすっ飛んできて、自分に声をかけ健康チェックをし始める。ぼーっとした頭で聞いた医師の話を要約すると、自分はどうやら交通事故に遭って数日意識がなかったようだった。自分の知らない間に生死の境をさまよっていたらしい。意識が戻って本当に良かったですという言葉で話は締めくくられた。ようやく落ち着いた頃には日が暮れ始めていた。だんだんと空の色が濃紺になっていく様を見ていて、なぜか夜に輝く遊園地の景色がふとよぎった。それはいつか見た過去の記憶か、それとも夢か。一瞬頭の中に浮かんだ光の光景は瞬きとともに消える。もう思い出せない何か。じきにそれが今自分にもたらしている感情も、思い出せない何かがあったことすらも忘れて、全く思い出さなくなるんだろう。夢は後を残さないのだから。はい、エンド2、夢は後を残さない。順当に回収できてますね、まさかの。まあ一つの正当エンドなのかなって一瞬思ったんですけれども、ただでもね、どうだろうね、何もわからないまんまね、本当にね、夢の後で君とのね、タイトルの通り夢の後がね出てきましたけれども、
さあ、エンディングリストで一応確認しておきましょうか。ね、私間ぐらいのやつが来るかなと思ってたんですよ。だけどそうではなかったね。さあ、夢の世界も鏡の世界もすぐそばにいるのに触れられないの。まるでよく似た双子みたい。はい、エンド2夢は後を残さない条件はジェットコースターに行かない。まあでもやっぱりね、リヒト君のことを何もね掘り下げることができなかったので、あんまりどうだろうな、まあ自分は生き残ったけれども本当に儚いエンドかなっていうふうにはね思いましたよね。そして今になってタイトルに戻って、このね糸電話がめちゃくちゃ気になるように、あ、やっぱりね触れますよねこれね。今触っちゃっていいのかなこれ。夢を信じ光を思えばつながる。まだつながらないってことかな。はい、この糸電話がすごく気になったのでね、この糸電話がつながるまで頑張っていこうかなと思います。さあ、ではでは今回はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方、ぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこのゲーム、ノベルゲームコレクションというサイトで夢の後で君とと検索したらね、誰でも無料で遊ぶことができます。パソコンあるいはスマホでねできるので、気になった方はぜひぜひこの先ご自身でプレイしてみてくださいませ。ではまた次の夢の後で君と、あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。